どうもお世話になっております、ピーチスと申します。本日実況させていただくのは I miss you という海外製のフリーホラーフラッシュゲームです。こちらね、以前実況させていただいた The House、 そのシリーズをモチーフに作られたゲームということなんですが、 I miss you、 あなたに会えなくて寂しいわということなんですが、どんなゲームになっているんでしょうか。スタートゲーム始めていきましょう。400% ゲームプレイ、Please use headphones ということで、こちらの動画見るときもぜひともヘッドホンで見ると結構楽しいかもね。これは何ですか？ゲームじゃないですね。あ、これストーリーみたいな、前説みたいな感じですかね。こちら、この物語、このゲームの背景みたいな話だと思うんですけれども、マヤと呼ばれる若い女性が1996年3月22日アメリカ合衆国のテキサスにて首を吊ってお亡くなりになられてしまったと。でね、その日っていうのが彼女マヤさんの夫が交通事故で亡くなってしまった2日後ということで、後追い的な感じの自殺だったっぽいですね。で、まあこのね、夫婦は結婚してからまだ2ヶ月しか経ってない新婚ほやほやのカップルで、まあ周りの人から見ても幸せそうだったということですね。うん、まあ、不幸な、こう、別れ、離別だったということですね。はい。何？ BGM 怖いけど大丈夫ですか？ということで、でもまあ、その、もぬけの殻となった彼女たちというか、その夫婦の家の中から、笑い声とか叫び声が聞こえてきて、でも、誰も入りたくねえよと。で、時折聞こえてくる言葉で、具体的なものとしては、I miss you ということ。あなたに会えなくて寂しいという言葉が聞こえてくるらしいですね。じゃあちょっと早速私、誰も入りたがらない家に入っていきましょうか。すげえザハウスっぽいじゃん。すごいな。エンターしていきましょう。おー。ちょっとザハウスよりも新しい家っぽいですね。1996年ということは。あれはね、だいたい1950年代ぐらいの家が舞台となっていることが多かったと思うんですけれども。あ、早速調べられるんですね。もうこれが調べてくれと言わんばかりに、ベリッと貼り付けてあります。なるほど。これがマヤさんで、これがハズバンド、夫ですね。うん。仲睦ましい感じ。でも結構、夫、年いってますよね。マヤさんはわかりません。まあ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 。扉には入れないようです。4箇所か5箇所ぐらい調べられるところがあって、それを交互に調べていくというゲームなんじゃないかなと思うんですが、おお、これなんかテーブルの上に手紙がありますね。 I can't believe it. He's dead. How could he leave me like this? なんで彼死んじゃったの信じらんねえと。どうして置いていけようかみたいな、置いていくなんてありえないわみたいな感じですね。こんな感じで Bring back the dead ドクロ、死体を蘇らせる黒魔術書みたいな感じですかね。これなんか間に挟まってません？特に調べられない。間に入ってるものは特に調べられ、わお！やっぱりね、こうやってなんか少しずつなんか調べていって、いくタイプのゲームですね。あおあっさり通るな。あっさり通るな。いや、でも、溝落ちのあたりがふすってすんですよね。私こういうゲームやると。体にね、悪いのは分かってるんですけど、皆様とね、楽しみたいからやっちゃいますよ。ええ。おお！何？あれ、消えた。手紙が消えた。あれ？扉にも相変わらず入れないですね。ん？絶対これ番来る？しばらく時間経って番パターン、これ。そういうの怖いなぁ。あ、待って。待って、これ。写真だけ調べられる。うわ、これ写真調べたら来ますよ、皆さん。3、2、1、はい。オッケー。ちょっと予想してしまった自分が惜しいですけれども。まあ、わかってましたよ。じゃあね。次の部屋に行けるんじゃないですか？あ、行けますね。これザ・ハウス1と同じ感じですね。バスルーム。セカンドステージはバスルームです。さあ、ちょっと不穏な BGM が、真相に迫る感じの BGM が流れておりますが、夫婦の写真が血みどろになってしまったということで、奥さんは、ブリングバックザデスということで、
死体をね、蘇らせる方法を探していたんではないかなと思いますが、何かに手を染めてしまったと。お、ここ調べられますね。トイレ流しましょうか。なるほど、真ん中にねボタンがあるタイプの、珍しいですね。日本にはあんまりないですよね、真ん中にボタンがあるタイプ。ということで、黒魔術かなんかに奥さんが手を染めてしまったというのではないでしょうか。それでね、この家は呪われてしまったのではないかなと思います。今のところはですよ。鏡大丈夫？大丈夫ですね。お、蛇口を流せますね。これはなんか手をかざして流れるタイプのやつじゃないか、この感じ。蛇口ついてないよな。蛇口というか、こう、ひねるやつ。なんて言うんですか、あれ。蛇口って言ったら、水が出るところですよね。あの、くるくる回るのってなんて言うんですか、あれ。バルブ？さて、BGM が止まってしまったところで、セクシーだな。セクシーなプロポーションの女性が鏡に映りました。しかし鏡は調べることはできません。残念ですね。がっかりですね。でも、お風呂がここにあって、こっちに映るのなんだよ。手前には何があるんだ？こっちだろ、普通。ここにバスカーテンがあって、なんかここに映るんじゃないの？違いますか？お風呂じゃなくてトイレを流しても、I see you! ということで、見られてるらしいですね、私。皆様も、きっと私と一緒に見られてると思いますよ。トイレ流した瞬間、ICU って言われるの嫌ですね。なんかここにあったっぽい。ICU。あ、またこう。メモがここに貼ってあったのか。あれ？もう調べられない。ですね。あ。これまたあれじゃん。これ3つのうちのどれかが反応してギャーって出るんじゃないですか。違うか。風呂ですか？今まで全く注目を浴びていなかった風呂。鏡だ。ちょっと待った。今、今、思ってもないクリックしちゃってびっくりしてるわ。来るって分かってたけど、思ってもなかったわ。でも今、女性でしたよね。やっぱりか。やっぱり奥さんが呪われてしまったと。さて、ベッドルームの枕の下は何も調べられないですね。ベッドの下にも何もない。ベッドサイドの本、バラ、その他もろもろ灰皿、触ることができません。扉も調べることはできない。ライトも無理。え？カーテン？え？なんか解説口調で言ってるけど、私ビクビクしてしょうがねえよ。いつ何が来るかわかんないから。おう、スイッチだけですね、おそらく。特にスイッチだけか。じゃあスイッチを入り切り、あ、電気つかない。電気消えた。おチカチカしてる。あ、これ扉調べられんじゃん。絶対来るよ。いいですか皆さん、3、2、1、はい。なんだよ、どんどんなるだけか。じゃあ特にスイッチもダメですね。これ、時間じゃない？もしかして。バン！みたいな。あれ？そういうわけでもないか。あれ？灰皿で扉ぶち破る。いうわけでもないですね。なんか、何かができるわけでもない。あれ？ BGM が止まった。悩みすぎですよってことですか？扉かよ、結局！ああ、終始、マヤさんに驚かされ続けた、この、I miss you というゲーム、いかがでしたでしょうか。まあね、おそらく、マヤさんが呪われてしまったゲームだと思いますね。Bring back the death を使って。ということで、まあね、なかなかザ・ハウスの同じ感じが出てたと思います。ということで、こちらのね、ゲーム、
無料でプレイすることができますので、下の概要欄にリンク貼り付けておきます。ぜひやってみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願い申し上げます。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。